真の優しさとは何か。ブッダの教えから学ぶ深い慈悲のレッスン。今回の動画では、ブッダの深い教えを通して、真の優しさとは一体何なのかを探っていきます。きっと、この動画を見終える頃には、まるで悟りを開いたかのように、新鮮な気づきを得られることでしょう。では、真の優しさとは一体何でしょうか。それは、相手に共感することでしょうか。それとも、困っている人を助けることでしょうか。一見、それも優しさの一つの形と言えます。しかし、もし自分のことを犠牲にしてばかりの優しさであれば、それは逆効果となり、悪い結果をもたらす可能性もあります。きっと、多くの人がこのような経験をしたことがあるのではないでしょうか。相手のために自分を犠牲にして、一生懸命尽くしたのに、それが裏目に出てしまった、という経験が。しかし、ブッダの説く優しさは、もう少し違うレベルにあります。ブッダは、慈悲と智慧の両方が備わって初めて、真の優しさが実現すると説いています。慈悲と智慧は、表裏一体の関係にあり、この両方が揃って初めて、本当の意味での優しさが発揮されるのです。今回は、ブッダの教えに基づいて、この真の優しさについて紐解いていきましょう。家族は、非常に複雑な関係性を持つものです。ブッダの説く、愛別離苦を最も顕著に表す関係性と言えるでしょう。その中でも、特に難しいのが、優しさが仇となってしまうケースです。優しい人と言われると、誰でも嬉しい気持ちになります。しかし、現代社会においては、この言葉が一人歩きしてしまっている感も否めません。ブッダは、エゴから来る優しさを戒めています。それなのに、優しいことが、誰からも好かれるためのステータスとなり、誰もが、優しい人であろうとしています。これは、特に家族の問題において顕著に現れます。親が子に注ぐ愛情、優しさは、時に苦しみの根源となってしまうのです。今回は、実際にそのような悩みを抱える老夫婦の話を聞いてみましょう。本日は、息子さんのことでお越しいただいたとのことですが。はい、長男のことなんですけど。実は、30年間、引きこもりを続けていまして。息子さんは、現在おいくつですか？今年で50歳になります。お仕事はされているんですか？卒業後、1年ほどは会社勤めをしていたのですが、ちょっとしたことで退職しまして。それからは、ずっと家に閉じこもっています。つまり、かれこれ30年近く、引きこもり生活を続けていると。ええ。部屋にこもってばかりで、私は毎日、食事をドアの前に置いておくんです。そうすると、翌朝には食器だけがきれいになっているので、生きていることは確認できるのですが。では、息子さんとは、ほとんど会話もない状態ですか。はい。最後に話をしたのは、2年前ですね。たまたまトイレで鉢合わせた時に、少しだけ言葉を交わした程度です。私は、もうずっと話していません。きっと、嫌われているんでしょう。全部、私のせいです。私が間違っていました。息子に勉強を強要し、良い学校、良い会社に入れと。あの時、ああいう風にガミガミ言うんじゃなかった。息子さんの教育について、厳しすぎたということですか。そうです。私は会社を経営していましたから、息子にも後を継がせたいという気持ちが強く、無理をさせてしまいました。今では、自分のしたことが本当に愚かだったと思っています。しかし、息子さんが引きこもってからは、むしろ、優しく接するようになったのではないですか。ええ。息子も、昔は社長になりたいと言っていましたから。でも、引きこもってからは、もう何も言いません。私が悪かった。私の償いのために、息子には優しく接しようと。
今はわからなくても、いつか私の気持ちが伝わる日が来ると信じて。私も。家族の問題は、家族の愛情で解決できる。そう信じてきました。でも、なかなか息子には、それが伝わらないようで。私たちも、もう80歳になります。私たちがいなくなったら、あの子はどうやって生きていくのか。心配でたまりません。せめて、私たちにできるうちに、あの子に、自分の足で立って、生きていってほしいんです。お二人のお話を伺って、胸が締め付けられる思いです。ところで、お二人は、ブッダの、共に苦しむという言葉をご存知ですか？辛い時、寄り添ってくれる人がいる。それだけで、どんなに救われることか。お二人が、今、息子さんにされていることは、まさにそのものではないでしょうか。今は、ただ寄り添うことしかできない。いいえ、お二人は、もうすでに30年間も、息子さんに寄り添い、共に苦しんできたのです。しかし、そのやり方が本当に正しいのかどうか。今一度、考えてみてはいかがでしょうか。先生は、息子を見捨てるべきだというのですか。いいえ、そうではありません。私が言いたいのは、ブッダの徳、真の優しさとは何か、ということです。優しさとは、知恵に基づいた慈悲のことです。慈悲と知恵は、表裏一体の関係にあります。慈悲の中に知恵があり、知恵の中に慈悲がある。この両方が備わって初めて、本当の意味で、相手を救うことができるのです。慈悲と知恵、これがブッダの説く優しさなのです。私たちには、知恵が足りなかったのかもしれません。例えば、もっと息子のことを考えてやるべきだった。もっと息子の気持ちを理解してやるべきだった。そうです。きっと、私たちが、まだ、何かできていないのです。ちょっと待ってください。焦って結論を出すのは危険です。考えることと、悩むことと、知恵は、全くの別物です。どういうことですか？知恵とは、物事をありのままに見る力のことです。別の言い方をすれば、先を見通す力であり、道理をわきまえる力のことです。そして、慈悲とは、苦しみを取り除き、喜びを与えることです。ブッダは完全に悟りを開きましたが、その悟りとは、まさに慈悲と知恵のことなのです。悟りとは、慈悲と知恵のこと。そうです。例えば、ブッダは、慈悲にかけた方ではありません。また、知恵にかけた方でもありません。ブッダは、慈悲と知恵の両方を兼ね備えていたからこそ、人々を救うことができたのです。では、人間の持つ慈悲とは、どうでしょうか。あなたたちのように、誰しも、困っている人がいれば助けてあげたいと思うものです。しかし、人間の慈悲は不完全です。消えてしまうこともあれば、差別的になることもありますし、逆効果になることさえあります。ある時は、その人を助けたいと思うかもしれませんが、次の日には忘れてしまうかもしれません。また、良かれと思ってしたことが、裏目に出てしまうことさえあるのです。そうですね。私の場合も、良かれと思ってしたことが、裏目に出てしまうことが何度もありました。では、お二人は、息子さんに対して、このような気持ちになったことはありませんか？例えば、こんなに尽くしているのに、どうして分かってくれないんだと。あります。あの子の部屋の前で、何度、涙を流したことか。どうして、私の気持ちが分からないのかと。お母さんも同じ気持ちよ。あなたが、そんなだから、いつまで経っても、その部屋から出られないのよ。これからは、知恵を持って、物事を客観的に見るようにします。では、客観的の反対は、何でしょうか。主観的。ですか。違います。
自分勝手です。客観的、つまり知恵の反対は自分勝手です。自分勝手とは、相手を自分の都合の良いようにしか見ず、相手が本当はどんな人間なのかを全く考慮しないことです。では、あなたは息子さんのことをどのように見ているのでしょうか。確かに、あの子にも夢や希望があったはずなのに、私が全て壊してしまった。きっと、あの子の人生は違う方向に進んでいたはずなのに。それを、私が奪ってしまった。私はそれをずっと後悔している。それが今も私の心に影を落としている。しかし、それは事実でしょう。それでも自分勝手というのですか。私は息子が心配でたまらないのです。落ち着いてください。ゆっくりと話しましょう。これはあなたの息子さんの話であると同時に、誰かに対して善意で接しているすべての人々に共通する話なのです。ブッダは、良い行いをしようとするとき、まず、その対象をよく観察しなさいと説いています。しかし、私たちは、十分に息子を観察してきました。しかし、奥様が最後に息子さんと話をしたのは、5年前でしょう。あ、だって、心の中でいつも息子のことを考えているんですもの。そうです。あなたが見ているのは今の息子さんではなく、あなたの心の中にいる息子さんの姿です。話を戻しましょう。ここでいう観察とは、客観的に見るということと同じです。ブッダは助けるべき相手を田んぼに例えています。田んぼですか。はい。ブッダは、田んぼを、コンホングアイエヌ、カイコンデン、アンアイエヌ、オンダ、キングアイエヌ、ケータの3つに分類し、この3つの田んぼに対しては、親切に接しなさいと説いています。コンホングアイエヌ、カイコンデンとは、本当に困っていて、苦しんでいる人のことです。このような人には、慈悲の心を持って、親切に接してあげましょう。なぜなら、人は苦しみ悩んでいるとき、誰かがそばにいてくれるだけで、どんなに心強いことか。そのときは、そばにいてあげて、親切にしてあげましょう。アンアイエヌ・オンダとは、過去に自分に対して親切にしてくれた人のことです。そして、キングアイエヌ・ケーダとは、尊敬すべき人のことです。ブッダは、この3つのタイプの人には、親切に接しなさいと説いています。あなた方のケースでは、息子さんに親切にしているのは、コンホングアイエヌ、カイコンデンだからですよね。コンホングアイエヌ、カイコンデンとは、苦しんでいる人に対する慈悲の心のことです。あなた方は、この慈悲の心を持っているからこそ、息子さんに親切にしているわけです。コンホングアイエヌ、カイコンデンタイプの人に対して接する際に最も大切なことは、相手をありのままに見ることです。つまり、相手を否定したり、評価したりせずに、そのまま受け入れるということです。そうすることで、相手が本当に助けを必要としているかどうかを、正確に見判断することができます。そして、先ほども言ったように、コンホングアイエヌ、カイコンデンとは、本当に困っている人のことです。しかし、困っている人全員が助けを求めてくるわけではありません。むしろ、深刻な問題を抱えている人ほど助けを求めることができないものです。ですから、本当に困っている人は自分からはなかなか SOS を出してこないのです。では、息子さんの現状を分析してみましょう。息子さんには住む家があり、毎日3食の食事もあります。物質的には何不自由ない生活を送っています。しかし、息子さんは社会とつながることができません。その結果、無意な日々を送っているのです。息子さんが本当に求めているのは、もっと意味のある人生を送ることなのではないでしょうか。意味のある人生を送ること、
社会とつながること。それは、息子自身の問題です。しかし、私たち夫婦は、それを、私たちの問題として捉えてしまい、解決しようとしてきました。その結果、息子は、ますます、私たちに依存するようになった。本来であれば、息子自身が、自分の問題と向き合い、解決しなければならないのに、楽をしたいがために、責任を他人に押し付けているのです。かわいそうなふりをしている人は、結局のところ、責任を他人に押し付けているだけなのです。ここが、重要なポイントです。先生、私たちは、息子が20年以上も、家から一歩も出ようとしないことが、不安で仕方がありません。しかし、先生のおっしゃる通り、息子の問題は、息子自身に解決させなければいけないのですね。ここで、ブッダの教えを振り返ってみましょう。ブッダは、他人がしたこと、していないことを見るのではなく、自分が何をすべきかを見なさい、と説いています。この言葉は、他人の言動ばかりを気にしていては、自分の人生を生きることができないということを意味しています。言い換えれば、人生で最も大切なことは、自分の課題と向き合うことなのです。しかし、お二人は、息子さんの課題を、自分たちの課題にしてしまい、解決しようと必死になっている。これが、自分の課題と、他人の課題の区別がつかなくなっている状態なのです。息子さんが、働かないということは、息子さん自身の課題です。あなた方が、それを肩代わりしているから、いつまで経っても解決しないのです。息子さんには、自分の問題と向き合い、解決してもらうしかありません。いつまでも、あなた方が、それを背負い続けることはできません。このままでは、共倒れになってしまいます。しかし、そんな風に突き放したら、あの子がかわいそうです。なぜ、そう思うのですか？息子さんの人生は、どこがかわいそうなのでしょうか？先生のお話を伺って、ハッとしたのですが、もしかしたら、息子は、先生がおっしゃっていた、根本具合N、開根伝タイプの人間ではないのかもしれません。私が息子に優しくするのは、息子のためではなく、息子に嫌われたくない。ただ、それだけなのかもしれません。嫌われたくない。そうです。結局のところ、お二人は、その気持ちに支配されているのです。現代風に言えば、承認欲求ですね。そして、ブッダの教えでは、これを、煩悩と呼びます。煩悩。ですか。そうです。煩悩が、問題の本質を覆い隠してしまっているのです。では、私たちは、息子を、見捨てるべきなのでしょうか。見捨てるか、見捨てないか。そうではなく、誰が、誰の課題に取り組むべきなのか、そこを、はっきりさせる必要があるのです。はっきりさせる。それは、先生がおっしゃっていた、客観的に見る、ということと同じでしょうか。そうです。はっきりと区別する、客観的に見る、それが、ブッダの特知恵です。問題点を曖昧にしたままにしていると、問題はどんどん複雑化していきます。そうですね。私たちの家族は、まさに、問題の中に、どっぷり浸かってしまっているようです。その泥沼から抜け出すためには、誰が、誰の課題に取り組むべきなのか、明確に線引きをする必要があるのです。誰がこの問題で困っているのか、そこに焦点を当てて、目を背けないようにしましょう。少し冷たい言い方に聞こえるかもしれませんが、そうではありません。相手の状況によっては、一時的に肩代わりしてあげることも必要でしょう。しかし、あくまで一時的なものであり、軌道修正は不可欠です。相手の心が落ち着いたら、改めて、一緒に問題を分析する。これは、誰の課題なのか。誰かが、
誰かの課題を肩代わりしていないか、きちんと見極める必要があるのですね。なぜなら、誰かの課題をいつまでも誰かが背負い続けるということは、背負う側も背負われる側も自立を妨げることになるからです。息子だけでなく、私たち自身も知らず知らずのうちに問題に依存していたのですね。そうです。特に情が絡む問題は非常に厄介です。周囲の人間を巻き込み、問題自体に依存させてしまう可能性があります。ブッダの教えをもっとわかりやすくシンプルに理解するために、依存という問題について考えてみましょう。現代社会において依存とは共倒れを意味する言葉として使われることが一般的です。しかし、相手が自立できるようサポートすることは依存を生み出すこととは違います。なぜなら、サポートの目的はあくまで相手の自立です。自立、それが私たちの一番の願いです。しかし、あなた方自身もいつの間にか息子を自立させたいという当初の目的から、息子に少しでも楽をさせてあげたいという目的にすり替わっていたのではないでしょうか。相手を助けたい、優しくしたい、その気持ちを持つことは決して悪いことではありません。しかし、本当に相手のためを思うのなら、その先に必ず自立という目標を据えなければなりません。いつまでも自分を犠牲にしていては、自分も相手も救われません。大切なのは、相手が自分の足で立ち上がること。ブッダは、それを最高の慈悲であり、最高の知恵であると説いています。そうですね。息子の自立を一番に願っているはずの私たち自身が、自立できていなかったのです。自立とは、何も経済的なことだけを指すのではありません。精神的な自立も含まれます。人間は感情の生き物ですから、お金がいくらあっても悩みがなくなるわけではありません。最後に、ブッダの最後の説法である自灯明についてお話しましょう。ブッダは80歳の時、クシナガラという地で生涯を終えられました。その時のことです。弟子たちは、師であるブッダがもうすぐこの世を去ってしまう、その現実を受け入れる覚悟をしていました。偉大な師を失った後、自分たちはどうすればよいのか、不安な気持ちでいっぱいでした。そんな中、ブッダが意識を取り戻した時のことです。一人の弟子がこう言いました。よかった。目を覚まされたのですね。もうダメかと思いました。どうか私たちに最後の教えを授けてください。すると、ブッダはこう言いました。ああなんだよ、お前は勘違いをしている。私はこれまであらゆる角度からあらゆることを説いてきた。私の教えには秘密もなければ隠していることもない。また、私は自分が教団のリーダーだとは思っていないし、お前たちが私に依存するとも思っていない。だから、後継者を立てることもしない。ああなんだよ、自らを等価とし、自らをよりどころとせよ。他によりどころを求めてはならない。法を等価とし、法をよりどころとせよ。他によりどころを求めてはならない。これが、ブッダの最後の説法である、自灯明です。自らを等価とし、自らの道を自ら照らして歩みなさい。これがこの言葉に込められた教えです。そうですね。自らをよりどころとし、法をよりどころとして力強く生きていけばいいのですね。しかし、人間関係においては時に優しさが相手の領域を侵してしまうことがあります。しかし、もし自分自身の道を自ら照らして歩くことができれば、誰かの道を照らすこともないし、誰かを迷わせることもありません。私たちは息子の道を照らすことに
必死になりすぎていたのかもしれません。子供のためを思って、という言葉は、一見、美しい言葉に聞こえます。しかし、実際には、それが、問題を複雑化させている原因の一つとなっているのです。人生は、私たち一人一人のものです。誰かのために生きるのではなく、自分の人生を、自分らしく生きること。それが、結果的に、自分にとっても、相手にとっても、幸せな生き方なのではないでしょうか。これは、決して、わがままではありません。なぜなら、あなたには、あなたの人生があり、息子さんには、息子さんの人生があるからです。たとえ、家族であっても、誰かの課題を、いつまでも、誰かが背負い続けることはできません。もしも、解決すべき課題があるのなら、本人が、それに気づき、自ら、その課題と向き合えるように促してあげること。それが、真の優しさと言えるのではないでしょうか。わかりました。私たちは、息子に対する接し方を変えなければいけません。では、具体的に、どのように、息子をサポートしていけばよいのでしょうか。下手をすると、また、私たちが、余計なことをして、事態を悪化させてしまうのではないかと、不安です。サポートと依存は、全くの別物です。大切なのは、この二つの境界線を、しっかりと見極めることです。そして、サポートの最終目標は、あくまでも、相手の自立であることを、決して忘れてはなりません。それが、慈悲であり、知恵なのです。私たち自身の自立も、含めて。ですよね。もちろんです。面白いことに、あなた方が自立し始めると、息子さんにも、何かしらの変化が現れるはずです。知恵と慈悲を忘れずに、頑張ってみます。応援していますよ。ありがとうございました。今回は、真の優しさについてお話しました。近しい関係であるほど、優しさは難しさを増し、時に、その優しさが、逆効果になってしまうこともあります。もしも、あなたが、今、優しさについて悩んでいるのなら、ブッダの、慈悲と知恵という言葉を思い出してみてください。きっと、あなたの考え方を、良い方向へ導いてくれるはずです。私たちが、知恵を持って、物事を客観的に見渡し、自分自身の優しさの不完全さを自覚するだけで、困っている人への接し方は、大きく変わってくるのではないでしょうか。優しいという言葉は、とても便利で、美しい言葉です。しかし、ブッダの教えを通して、その本質を理解することで、私たちは、もっと自由に、もっと軽やかに、他者と関わることができるようになるのかもしれません。今回の動画があなたの幸せな人生の一助となれば幸いです。もしよろしければ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ベルマークをオンにしていただければ、最新の動画の通知が届きます。ご視聴ありがとうございました。良い一日を。